逃さねえぞ。新たに加わったジンベエの話によれば、とある大物海賊の呼びかけによっていくつかの海賊同盟が統合、新たな勢力として大海賊同盟を結成し、まだ小規模とはいえ明らかに敵対の意思を持つ大海賊同盟の存在を知り、警戒しながら航海を続けるルフィ一行。しかし何事も起こらぬまま数日が過ぎ、目的地としていた霧の海域に到着した。霧の中へ突入したルフィたちはその奥深くに島を発見、上陸するが、そこはルフィたちにとって見覚えのある場所だった。ここ来たことあるよな。ああ、どう見てもスリラーバークだな。すまん、ここは関係なかったかもしれんの。ここがスリラーバークならばモリアがいるかもしれん。面倒に巻き込まれる前に退散した方がいいじゃろう。あれ、どうしたルフィ君？俺のダイヤルが震えてるんだ。俺を助けてくれた時もそのダイヤルが震えたんだよな。これちょっと見てくるよ。あ、待てルフィ、船長一人で行かせられねえだろう。ならば皆で探してみるかの。しかしモリアは危険な男じゃ、慎重に進むんじゃぞ。ダイヤルが強く震えてるぞ。近くに仲間がいるんだ。しかしこの付近には見当たらん。いるとすれば奥の屋敷かの。じゃあ仲間探しに出発だ。任せてみて。
サニー号は頼んだ。俺は屋敷内を探してくる。てめえらの影はいただくぞ。モリアの手下じゃな。わしが相手ではそう簡単にはいかぬ。付き合ってきたんだ。命の危険を感じてまでここにいることはね。よし、もうサニー号は安心みてえな。ベーケ、それは私から抜け出た炎だ。何されようと痛くも痒くもねえんだよ。マリンール本体を見つけられねえ限り、エローナ様に資格はねえぜ。このバカ、余計なこと言うな。可愛くねえやつは一切声を出すな。Yeah!
無駄なんだよ。これでどうだ。おい、さっきの幽霊みたいな女の本体はどこだ。森の隠し部屋の中です。これでどうだ。
壁を探せばいいのか。 私が切っちゃいますよ。
が飾りにして無双の海兵だ。切らねば剣士の名折れ。参ります。私の目が曇っていたようです。私曇る目ありませんけど。いいよブック、悪いのはダイヤルだ。面倒をおかけした分この剣で返しましょう。でもここお化け出そうで怖い。やっと。なんだ、正気に戻っちまったのかい。だが奴らは何で行かれてたんだ。ここらにお宝があると聞いたんだが、これは道に迷ったか。バギー見てみろ、あれは麦わらではないかね。何、世界政府は奴らの名を、我が大海賊同盟の名を挙げるチャンスだぜ。あいつらは麦わらの仲間じゃねえな。潰し合ってくれりゃ俺は楽できるぞ。これでどうだ。お前は敵だ、俺が倒すんだ。なんだバギーとファンじゃねえか。こっちの中で脅かしてやるか。ホワイトアウト。これでどうだ。お前は直接やつらを襲い、俺は大砲で船を派手に吹き飛ばしてやる。やつらが3人を襲ってきたら厄介だ。俺が近寄らせねえ。あれ、なんで俺お前らと戦ってたんだ。ダイヤルでおかしくなってたんだ。これでもう大丈夫だぞ。よくわかんねえけど迷惑かけてごめんな。こっからは俺も戦うぞ。攻撃準備完了しました。いやあいつらをド派手に吹き飛ばせ。チョッパーもブルックも戻ってきたぞ。キーシシシシ、興味深いイカレっぷりだったな。ダイヤルがどうとか言ってたんだ。隠れてねえで出てこいよオリア。うるせえな、侵入者は他にもいるんだ。戦いたきゃそいつらとやれよ。何すんだ。もう撃つのやめろ。ホワイトアウト。任せとけ。テレポートガン。
これでどうだ。急ぎ本拠地を守るんじゃ。この一丁羅にかけて
死んでも死にきれん。かたじけない。
麦わら今度こそ覚悟しやがれ。あれここどこだ。ついでに船も攻めたゾンビだな。どう攻撃だ。敵は船に狙いを絞ってきよったが、侵入される前に止めるんじゃ。ああ、本拠地が危ないようですよ。これでどうだ。死ぬ。ドラ。邪魔しやがって。だがあのダイヤルを使うと誰でも行かれちまうみたいだな。こりゃ面白いことができそうだぜ。キーシュ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 。チョッパーとブルックが見つかって本当よかった。うん、もう会えないかと思ったんだから。よほほほほほ。
私もなぜよりによってこんな場所に。お化け出そうで怖い。心配かけてごめんな。みんな病気とかしてなかったか。俺たちは元気なんだけど、まだ見つからねえ仲間がいるんだ。ところで例の大海賊同盟ってあれ。ああ、なんかそんなこと言ってたな。もっと大物が動いてるのかと思ったわ。まあ最近バギーも有名にはなってるみたいだけど。誰が相手でも俺は負けねえけどな。あとはゾロとサンジ、ウソップ、ロビンか。ジンベ、他に仲間がいそうなとこ知らねえか。すまんが、特に思い当たる場所はないの。じゃあ、みんなが消えた場所にもう一回行ってみるか。おそらくパンクハザードは世界政府の指示で厳重な警戒態勢が取られているはずだ。俺たちの戦力で乗り込んだところで。よう。お前はポートガスでエース。エース、どうしたんだよ。おめえらを探してたんだ、ルフィ。親父がおめえに興味があるらしくってよ。親父ってのは白ひげか。でも会いに行く暇はねえぞ。俺、いなくなった仲間を探してんだ。それならなおさらだ。親父に相談すりゃ力になってくれるかもしれねえぞ。麦わら、白ひげはその辺の海賊とは格が違う大物だ。もし行って話がこじれりゃ命はねえぞ。親父さんはむやみに人の命を取るようなことはせん。エースとジンベエが言うんだから大丈夫だ。俺、行ってみるよ。決まりだな。案内するぜ。